はい、今度のステップは6ステップです。一見簡単そうに見える、左右の動きなんですけど、いろんなところに落とし穴があって、腰のバランスだったり膝とか止める雰囲気、いろいろ、ちょっと難しい点もあるんで、この辺をちょっと、皆さんにお伝えしたいと思います。まず簡単に、カウントでステップを順番にやります。左足から1です。右足2、左足円です。で3でキックして入れ替えて4で5 and 6という形になります。ちょっと早めにやります。左足からせーっと1 2 and 3 and 4 5 6。でここでしっかりと飛びましょう。でこの腰の動きが、今みたいに6で棒立ちじゃなくて、必ず最後の6の時は右足に体重乗っかります。はい、入るときに1 2 and 3 and 4。 この際も腰を軽く、足をインステップで入れても結構です。正面から見ると腰をこういう風に、右足で立てて腰を左で、今度逆にこういう風に、この辺のとこが非常に難しいんで、もう一度やります。1 2 and 3 and 4 5 6。もう一つのパターンがあって、6の時6 and でジャンプします。6でジャンプ入れます。まず普通ノーマル1往復して、次からジャンプ入れたいと思います。じゃあいきます。5 6 7 go 1 2 and 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4という形です。じゃあ早速音に合わせてやってみたいと思います。Thank you.